はい、どうも、バチロです。今日はね、一日中雨降ってて、まあ、これから夜にかけても雨降り続けるっていうことでね、まあ、雨宿りできる公園の方へ、撮影しに来てます。さすがに今日は人がほぼほぼいないね。助かる。はい、今日の話なんですけど、皆さん、昔の方が良かったとかって思うことあります？ありません？僕はあんまりそうやって思わない方なんですけど、例えば昭和とかの頃が良かったとか、思ってる人もいるでしょうし、まあ、いつの時代が良かったっていうのは、いろいろあるでしょうけど、それ本当に良かったことなのかなっていうようなことをね、ちょっと喋っていきたいなというふうに思います。まあ、例えば、僕が生まれたのは1978年なんですけど、1978年っていい時代だったか悪い時代だったかっていうと、なかなか、まあ、僕はね、その幼少期の思い出でしかないから、まあ、いい時代だった悪い時代だったっていうことはまあ言えないわけなんですけど、僕は物心ついてから80年代90年代ってまあね、バブルがあってバブル崩壊してでね、失われた30年に入ってみたいな感じなんですけど、その昔の方が良かったかって言われるとなかなか微妙なんですよね。なんか昔の方がまだマシだったみたいなことを言う人いるんだけど、俺は昔の方がさ、なんか人のマナーとか全然なってなかったじゃない？まあみんな当たり前のように歩きタバコして、で、ポイ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 吸い殻ほかってって、もうちょっと街今よりも汚かったし、まあ河原の方とか行けばね、ゴミがね、家庭で出たゴミがその辺に投げ捨てられてたりとか、そういうこともあったりして、まあ人間の質もね、あんまりね、僕らが、今の時代の人たちと比べて、まあ今の、ね、その僕らが子どもの頃にいた大人たち、まあ、70代80代とかに今なってるから、そういう人たちがね、優れていたとはとても思えないわけなんですね。ということがあって、これ今の方がマシなんじゃねえかなっていうふうに思うんですよ。あと僕 YouTube とかでさ、外来生物とかを駆除したりとか、あとそうだな、海にね、その海藻がなんか少なくなってるからね、どうにかしましょうみたいな、チャンネルをね、いろいろ見ることがあるわけなんですよ。僕生物系のチャンネルってまあそういうの好きだから、ちょいちょい見たりするんですけど、あれも一応その昔のその海藻とかがいっぱいあったりとか、まあね、その国、まあ、日本固有種みたいなやつがしっかりいっぱいいる状態がいいというふうな前提で話をされているわけじゃないですか。あれもどうなのかなっていうような話をちょっと思ったりするんですよね。例えばさ、まあ、固有種っていう話はまあその方がいいのかな、まあ、絶滅とかされてしまうと、まあ、俺は困ることないけど、ね、嫌な人もいるから、まあ、分からなくもないんだけど、例えばさ、昔はもうちょっと海に海藻とかがいっぱいあって、魚がいっぱいいて、みたいな話があるじゃないですか。だけど、その昔の海の環境って、人間がいろんな、ゴミとか、ね、農薬とか、なんやらをその下水処理とかをしないで垂れ流してた時代なんだよね。だからその人間が出したいろいろな排泄物とか廃棄物とかがブワーって海の中に流れ込んで、それをプランクトンとかが食べたりしてっていう、なんか栄養を人間がガーッと垂れ流してたからこそ、まあ、海藻とかがいっぱいあって、魚がいっぱいいたんじゃねえかなっていうような感じがするんですよね。で、今僕らって、そのね、下水処理とかもほとんど行われてるわけだし、まあね、人間の活動したものが、その何の処理もされないまま海にガーって流れ込んでっていうことはあんまりないようになってきたわけじゃないですか。だからそういう都合で、だから、実は、
海の環境が、悪くなったりとか、そういう都合でその海藻が減ってたりするわけじゃなくて、人間が、なんか綺麗に、いろんなことを、ね、その海に垂れ流さないようになったおかげで、逆になんか海藻とか成長できないのかなとか思ったりとかしちゃったりするわけなんですよ。これね、正解がどうなのか分かんないんだけど、でじゃあ その、ね、そういうふうに、ね、元に戻すためにはどうすりゃいいのって、人間が使ってる下水処理場とかをなしにして、糞尿を、ね、そのまま海に垂れ流すようにすればあっという間にね、海は、なんか人間的には汚くなるかもしれないけど海の生物的には豊かになる可能性があるんじゃないかって。でもそれってどっちがいいんだろうっていう話なんですよね。で、まあなんでねそういう話を考えたかっていうとね、なんかいろいろね、人間社会でも人種とかさ、国籍とかさ、多様性についていろいろ求められることあるじゃない。多様性を認めろみたいな。え、今日もね、とある外国人さんの多様性を認めろというポストに対して、まあ、突っ込んでる日本人の方のポストがね、おすすめに、まあ、いっぱいそのいいねとかされて流れてきてたんですけど、多様性を認めるってさ、なかなか微妙なところでさ、だってその、ね、全員多様性を認めろってことは、それ多様性じゃなくて、もうね、確一的というか、もう一つに凝り固まってるわけじゃない。だって多様性を、だって多様性という、多様性っていうものが何かわからないけど、その多様性を全員が認めなきゃいけないっていう考えになってるわけじゃないですか。それおかしいわけで、認める人間もいて、認めない人間もいるのが多様性だと思うんですよね。ね、何かにすげえ固執する人間がいてもそれは別に構わないというのが多様性だと思うんですよ。だけどそれなのにもかかわらず、なんか外国人の方はね、その多様性を全員が認めなければならないっていうめちゃめちゃ矛盾した言葉を言ってるんですよね。俺はそれはどうなんかなっていうふうに思ってて、ね、だから日本は日本だけの国じゃないみたいなことを言う人がいるわけなんですよ。だけど僕からすると、日本っていう国はまあね、あんまりそのたくさんの民族がいる国家じゃないですか。島国じゃないわけだし、まあ、100年ちょいぐらい前まで鎖国してたわけだから、外国人っていないわけじゃないですか。そういう国なんですよね。だから日本がそういう国であることを認めるのも多様性を認めるっていうことだと思うんですよね。僕からするとそういう風で、だって他の国では大丈夫だから、他の国はのやり方をその日本も踏襲しろっていうのはおかしな話で、それ多様性認めてませんよねって。で、他の国の方がいいんだったらやっぱり他の国へ行った方がいいと思うし、だからそれって結構認められる話だと思うんで、だからそれをね、好きにしていいですよっていうのが多様性と思うんだよね。なんだけど、まあ、実際にはなんか自分の主張することが通ってほしいがために、なんか多様性とか自由とかなんかそういうものを振りかざしてくる。僕もね、自由というものをとてもこよなく愛してますから、何かにつけていろんな制約が、生まれること嫌いなんですけど、だからといってそのね、その今あるルールを俺が何かしらね、自由だって言ってすべからくね、ブッチして自分の好きなようにやりたいとは思ってないわけですよ。ルールは、まあ、なんとなく守った上で、どうしても譲れねえなっていうところは主張していきたいんだけど、なんかね、その、聞こえのいい、なんか正義ぶった言葉でね、なんか自分の主張を通そうとする人間が多いなということを思いつつ、なんか、ね、なんかその昔は良かったって言ってる人間とかさ、そういうのを見ててさ、本当に昔いいって、戻るって。だって中学生とか今さ、モンスターピアレンとかさ、なんかね、モンペとかいろいろ言うじゃない。
だってモンペとか言われてた子たちのさらに上の世代って、クソヤンキーとかばっかりでね、スケバンとかね、ね、僕らの頃でもね、暴走族とかがね、かっ歩してた時代だったりするし、不良がね、ヤンキーがいっぱいいた時代だし、その前なんて言ったらね、学生運動とかいうね、当たり障りのない言葉を使ってテロリストやってたような世代だよ。大丈夫って、そいつらの方がいいの、そいつら止めれるのっていう話なんだよね。だからそいつらのやってることは OK ってするんかって。でね、それの慣れの果てみたいなやつが、まあ、今ね、沖縄の方で活動してる人たちだったりとか、まあ、あれはね、ひょっとしたらね、うちの国じゃないところから来た人もいるかもしれないっていう話もあるから、なかなか難しいとこだけど、っていう話ですね。まあ、要するに、まあ、なんか自分がそのしたいことのために、その人に対して何かを押し付けるという、まあそういう、まあそれも多様性、多様性違うな、なんかでもそれはなんか違うな、多様性とはなんか反してるんじゃないかなっていうような、そういう話です。はい、じゃあ今回はこういう話で終わりにしたいと思います。はい、以上パチオでした。バイバイ。